1977年の熊野湯信号場跡と周囲約1トル範囲。中央より左側の上から下へ、函館本線上り線、下がひとし山信号場方面。右側の下から上へ下り線、下が七重駅方面。写真中央の下り線から国道5号の上を越えて、斜め左下の上り線へ接続していた跡が白く残る。 この接続点に当信号場があった。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成熊野湯信号場は北海道亀田郡七重技人さんにあった日本国有鉄道函館本線の信号場である藤城線開通に伴い1966年に廃止された。人山大沼間の峠下トンネルが 老朽化したため、新たに新峠下したトンネルと新線が建設されて等し、山から1 3トルの地点で切り替えられ、峠下したトンネル側の急線は一旦廃止された。その後増大する輸送量に線路容量が追いつかなくなったため、急線と急トンネルを補修し線形を整えて、上り線として復活させ、 大沼から切り替え地点まで部分的に複線化した際、その切り替え地点へ暫定的に設置されたのが等信号場である。その後建設再開された藤城線は新峠下トンネルの新線側と接続して下り本線となる一方で、ひとし山周りの急線とは切り離されたためあたり、信号場は用途を失い廃止された。ひとし山方面単線区間と大沼。 方面伏線区間の接点に設けられた、ひとし山方面列車行き違い型の信号場である。無人の信号場で、分岐器制御はひとし山信号場からの遠隔操作により行われた。近くにあった熊の湯温泉から。この地方のアイヌの伝承には、その昔、若者が狩りで山奥へ分け入ると、とある谷で熊が湯に浸かっていた。若者は大層驚いて、 これを居殺すべく毒矢を放ったが、外れたため逆に襲われ格闘となった。若者は腰のまきりで熊を殺したが、深い傷を負って気絶した。彼の住む小典では帰ってこない若者を心配して手分けして探しに行き、若者を見つけて解放するとようやく気づき、敬意を話して自分も試みに湯に浸かってみると、差し物重い傷もみるみる治って全開した。という物語があって、 これが熊の湯の名前の由来となっている。ありがとうございます。